クイエム、毛利常幸原作。幸は17歳、特攻で死んだ。子犬よさらば愛しき命。第4章。ああ、特攻。17歳の春。ふるさと桐生、最後の別れ。桐生は幸い、戦災に遭っていない。桐生が丘の桜もほころび、織物業の町は穏やかな春の光に包まれていた。末広町の高橋写真館で、幸男はみんなと一緒に写真に収まった。兄はその日の午後、東京へ帰らなければならなかった。別れに幸男に言った。いつまで岐阜にいるんだ？弟は答えなかった。答えられなかったのだろう。できたら岐阜へ会いに行くよ。会えたら嬉しいね、兄貴。あっさりした別れだった。幸男はその夜、両親と交わした会話でも特攻については触れていない。翌日、幸男を送り出すまで母妻は涙を見せなかった。母が涙を流したのは、幸男が去ってからである。その他のことはわからない、と兄、誠一さんは言います。桐生の写真館でみんなで写った写真が手元にあります。前列の中ほどに、胸に操縦機章をつけた軍服姿の幸男が背筋を伸ばし、姿勢を正して椅子にかけています。一人抜きんでた丸刈り頭の彼の後ろに、寄り添うように小柄な母、妻さんの姿があります。面長の幸男の目鼻立ちは母似です。ちょっと寂しげに見える目元、じっと静止した一途な眼差しは、心なしか悲しみを秘めているように見えます。桐生に残された、これが荒木幸男の最後の姿となります。弟とは、これが最後だ。せめてもう一度会って話したい。岐阜へ行けば会えるかもしれない。そんな切実な思いが募って、兄は東京から岐阜へ向かいました。当時を思い起こして、誠一さんは言います。岐阜駅で降りて、改札口で陸軍航空隊への行きようを尋ねた。教えられて行き着いた飛行場の航空隊の営門で、弟の名を言って会いたいと頼んだ。すると、そのようなものはここにはいない。取り付きようのない虚しい答えが返ってきた。幸男は出発してしまったのか。誠一は力が抜けた。どうしようもなく岐阜の町を当てどもなく歩いた。突然、町に空襲警報のサイレンが鳴り響いた。やむなく近くの公園に避難した。やがて、ことなく警報が解除されたとき、避難して近くにいた夫人が、誠一に声をかけてきた。どこから来なさった？当て戸をなくした風の姿を見かねてのことである。誠一が事情を話すと、ああ、軍の飛行場は鏡原にもありますよ。行ってみたら？高山本線で東へ2、3駅行けば、飛行場はすぐだと教えてくれた。誠一はすぐ、鏡原陸軍飛行場へ向かった。航空隊の営門で尋ねる。荒木幸男伍長は、鏡原基地にいた。幸男が笑顔で出てきた。幸男は今夜、外泊ができるという。誠一は、駅前の軍指定の旅館に宿を取った。夕食後に、幸男がやってきた。二人して夜中まで水入らずで語り合った。後のこと頼むよ、
せいちゃん、両親のこと、幼い弟たちのこと、家の将来のこと。母ちゃんは体が強くないから。幸男は母のことをいつも気にかけていた。心配するな。俺、一生、面倒見るからよ。兄が言うと、弟はうなずいた。話は尽きない。午前一時を過ぎた。幸男、言えよ。特攻隊の名は。弟は、じっと、兄の目を見た。第72、新部隊。いつ、行くんだ？弟は首を横に振った。それは秘密だ、と言ったのか、俺にもわからない、と言ったのか。弟は財布から金を取り出した。十円札が何枚かあった。俺はもう、いらないんだ。持ってって。何を言うか。兄は弟を見つめた。母ちゃんに渡してほしい。その言葉が胸に来て、兄はしばらく黙った。とっさに思いついて、腕の時計を外した。お前、これ持っててくれ。弟はうなずくと、自分の腕時計を外し、兄に差し出した。弟は兄の時計を腕にはめ、兄を見て微笑んだ。兄弟は布団を並べて床についた。やがて、弟の安らかな寝息が聞こえた。兄はすぐには寝つけなかった。別れの朝、兄弟のために朝食が用意された。俺、タイに帰らねばならん。朝飯はタイで食べるから、これ、兄貴が食べてよ。深刻な食料不足で、腹いっぱいに食べることなどできない時である。弟は気遣いを見せた。兄は旅館の外まで送って出た。お前、元気でな。ああ、元気で行くよ。みんなによろしく。では。弟はさっと挙手の敬礼をした。厳しい軍人の顔に戻っていた。朝日の差す中を航空隊へ向かう幸男は、後ろを振り返らず遠ざかっていった。幸男はもう前に進むしかないのだ。去りゆく弟の後ろ姿に、兄は何か毅然としたものを感じつつ、しかし、不憫に思えてならなかった。今考えても、不憫に思います、と、兄の誠一さんは言います。毛利常幸。幸は17歳。特攻で死んだ。